まあ、週刊文春が新たに最新号で木原さん関係の記事を書いておりますので、まあ、それに関連して、お話をしたいと思います。で、私は、まあ、検事を長らくやっていたんですけれど、やはり一緒に仕事をしていた警察官、まあ、特に刑事ですけれど、刑事さんのやはり刑事魂っていうのは、結構折に触れて強く感じました。まあ、私も東京とか神奈川とか福島の、まあ、刑事さんとかなり深いつながりがあるわけですけれど、まあ、その人たちは、まあ、多くは本当に素朴な正義感で、やはりこうした殺人事件とかいうものに対しては被害者の無念、そして遺族の悲しさに何とか応えようと。ということで、犯人検挙をしようということで、まあ、日夜捜査をしているという姿を、目の当たりにしてきています。まあ、ある時、まあ、福島の、警察署長と懇談している際に、まあ、そうした刑事魂に打たれて、まあ、私はですね、自分の子供は、刑事にしたいというようなことを述べたことがありました。まあ、刑事というのはやっぱり一番事件に近いんですよね。で、検事というのは刑事よりは事件離れて見る。で、裁判官というのはさらに、まあ、中立的、第三者的にもっと事件から離れて、事件を見るという、まあ、役割があるんですが、刑事というのはやっぱり一番事件を知っているし、事件に一番近いというような役割。まあ、それだけに刑事魂のもとで、気持ちを込めて仕事をしているっていうのが私は刑事だと見ています。今回の最新号の文春、これはですね、今年の7月26日の夜にですね、警視庁の刑事部長室で、刑事部長と、それから刑事部の参事官、刑事部においてはナンバー2に当たるんですが、それから捜査一課長、この3人がですね、集まって協議をしているという記事になっています。で、その協議のテーマっていうのは、まあ、その日にですね、7月26日に、文春はデジタルで、まあ、配信している記事、木原さんの奥さんを取り調べた佐藤誠元警部補の奥さんを取り調べたっていう記事が載っていたんですが、その記事に関して、まあ、前後策を話し合った、一方的な方向性をその場で決めたというようなことが、まあ、文春の記事で今回明らかにされています。まあ、おそらくですね、これだけの情報は内部情報がないとなかなか書けないんじゃないかと思うんです。そうだとすると、内部の人が文春に誰かが伝えていると。もしこれが本当に、まあ、全くの嘘っぱち、でっち上げの記事だということになれば、まあ、おそらく文春はもう即刻感になるべきぐらいの重さのある記事だと思います。で、私はですね、全国の少なからずの、まあ、刑事、警察官が今回の案件はおそらくその推移をすごい興味を持って見守っていると思います。毎日のようにこの事件を扱っていて、自分たちがそれこそ遺族のため、被害者のために、誠心誠意、捜査をしている、そうしたものが例えば一部の幹部によって、潰されたりとかすることについては、刑事魂以上もこれは許せないという思いは当然あると思いますので、その今回の推移というのは当然見守っていると思うんですよね。私はまあかねてまあこの問題いろいろ言ってますけれど、やはりどう考えてもですね、おかしい。で、私は少なくとも殺人捜査をしていたり、殺人捜査の指揮をしてきた、まあ、そういう経験上に照らしてもですね、今回の一連の流れはどう見てもおかしい。絶対におかしい。私はもう断言したいというふうに思ってるんですけれど、今回ですね、司法解剖、いわゆる死体解剖をした時の、まあ、その解剖報告書みたいのがおそらくあるんですよね。法医学の先生が解剖した時の、まあ、所見やなんかがあって、それはやはり自殺とは考えられない結果の報告書になっていると思うんです。で、それだからこそ、
これは当時ですね、2018年に、まあ、結局再捜査を始めて、その際に木原さんの奥さんの実家などの捜索差し押さえ令状を裁判官に求めていく。もしそこでですね、これがやはり自殺だっていうのを当時から分かっていれば、そんなもん、捜索差し押さえ令状を出させるっていうことは明らかに警察の職権乱用ですし、また自殺だと分かっていながら、木原さんの奥さんを取り調べるということになれば、まあ、その時の警察幹部を含めて、まあ、警察官に刑法の職権乱用罪というのが成立してもおかしくない。まあ、ですから再捜査を始める際には、これは自殺ではないということがもう当然の前提だったはずなんです。今回警察庁長官などが言う、あるいは警視庁の幹部が言う、まあ、自殺だというようなことは、根拠としてはですね、少なくても再捜査をした後の何らかの事情、証拠に基づいて自殺だということを認定したというのであれば、まだわかるんですよね。そうではなく、もう最初からもう自殺だというようなことを、もう当初の2006年の時に、もうそのような捉え方をしていたような口ぶりをする。おかしいんですよね、明らかに。しかも、今回、警視庁がですね、遺族に、再び、羽生さん、は、やはり自殺だということを伝えたらしいんですが、その伝えた時の証拠としては、これは週刊文春の記事によれば、あくまで、現場の写真、つまり、廊下に血液痕が残っていた。で、その血液痕は、遺体を運ぶときに、垂れたもんだとかいう話をしてるんですよね。でもそれはもう現場の写真として当然分かってるわけで、だとすると、まあ当時の写真を根拠に自殺だということを決めつけるっていうのは明らかにおかしい。つまり再捜査をした、理由というのはそこからは出てこないんですよ。再捜査をしたっていうのは警察においてもこれは自殺ではないんだと。いうことを前提としたとしか考えられないと私は思います。まあ、仮にですね、自殺だということを前提にしたとしても、これはもう一回再捜査をすべく、再捜査しなければいけないという理由について少し復元してお話したいと思うんですが、これは私はすでに保護責任者遺棄致死罪というのが成立する余地があるということを動画では述べていますが、まあ、その際にですね、若干正確には伝わっていない、可能性があるので、もう一度お話ししますと、保護責任者遺棄致死罪っていうのは、広い意味ではいろんな、パターンがあります。で、広い意味での保護責任者遺棄致死罪の中にですね、保護責任者不保護、保護しないと。で、不保護っていう罪があるんですよね。で、その保護責任者不保護罪っていうのが、まあ、成立する場合っていうのはどういう場合かっていうと、扶助を必要とする病の者、病者の生存に必要な保護をしなかったっていう場合に成立すると。で、実際ですね、最高裁の判決で有罪にしたものがあります。まあ、覚醒剤を、まあ、注射した相手である少女がですね、まあ、錯乱状態になった。しかし、何らの措置もせずにですね、放置して立ち去った。その場合、保護責任者は不保護罪だということで有罪である。決定を出しています。まあ、本件で言えばですね、例えば、まあ、離婚話があった、あるいは子供の親権で口論となって、その挙句ですね、もう夫の方が、それだったら俺は死んでやるって言って、ある意味精神錯乱状態みたいになった。あるいはですね、まあ、この時、被害者の谷尾さんが、まあ、覚醒剤を使用していたという情報もある。覚醒剤を多めに使用していたというようなこともあり得ると。そうだとすると、その覚醒剤の使用によって精神錯乱状態であった可能性もあるわけですよね。まあ、そういう意味では、谷尾さんの生命の危険が差し迫っているという状況が、まあ、限定的な状況下においては認められる。その場合、まあ、警察に、その時の妻が通報して助けを求めるなどしていればまだいいんですが、それをそのまま部屋に種をさんを残して、違うところに行ってしまうということになると、
まあ、理論的には保護責任者不保護罪の成立の可能性がある。まあ、少なくともさらに、まあ、再捜査をもう一度今後すべき理由にはなるというふうに思われます。で、警察にですね、やはりそうした精神錯乱状態の人の保護を求めて通報するというのは、警察官職務執行法という法律の3条にですね、まあ、警察官は、まあ、精神錯乱者がいた場合、保護しなきゃいけないという規定があるんですよね。警察に覚醒剤やなんかで精神錯乱状態になって、自ら危ないというような時には、やはり通報をしたいすれば、警察はきちんとそれに対応する、保護するっていう、そういう立て付けになっているので、まあ、今回の状況、それは再捜査をしてもらわないと分かりませんけれど、少なくても、キラさんの奥さんが、旦那のそうした精神錯乱状態的なことを見て、警察に通報するなどしないで、その場を立ち去って、他の部屋に行ってしまったというようなことなどがあると、まあ、そうした保護責任者、不保護罪というのが成立する可能性がある。それを踏まえて、やはり再捜査っていうのが、今後行わなければいけないと。私は声を強くして言いたいところであります。チャンネルを見てる方も、このまま本当にうやむやになっていくんではないかっていう危機感を皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、大きくそれが動き出すようなきっかけみたいなものは考えられないんですかね。これは多くの人がもっともっとこの事件を知って、で、こうした警察の対応が、これはやはり自分たちの今度は身にもかかってくる。ですね、警察がこうだって言ったら、それが事実と違くてもそういう方向に流れてしまう。そんな恐ろしいことはないでしょうっていうのを、かなりの多くの人が危機意識を素朴に持つ。で、それで、やはりみんなの声を大きくしていくと。それがやがては、まあ、警察の現場の人の素朴な感覚に訴え、それが警察上層部にも伝わり、そうなってくると、全体として政治も、そのままにしておくと、全部政治の不信感につながるというようなことになる。一人でも多くの人がやはりこの事件を知る、そして問題意識を強く持つということが大きな力になると思いますし、まあ、そうなってくれば、マスメディアももっとこれは、きちんと対応しなければいけないという、そのターニングポイント、転換点というのがやはり迎えられると。そのためには、多くの人が一人でも多く、やっぱり問題意識を持つということが、大事だというふうに思います。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人は、チャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。